さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。我々元気でーす。ミシェルさんは日本全国いろんなところに行かれてると思うんですが、はい、九州の大分は行かれたことありますか。大分はもう何度も行ってますね。ブーンと別府湾回り回って、いろんな局行ったり競技場行ったり、ね、してます、うん、あいいところですよね。温泉、別府温泉も湯布院も大分ですもんね。なんか俺の回答がちょっと違うんだよな、返しがね。今日は何なんだ、はい、今日はですね、はい、まずご紹介するのは、その大分で相続や事業継承問題などお客様のライフプランをサポートするこちらの企業様です。現在世界に存在する196の国々、その中で我が国日本は男女ともに平均寿命80歳以上を誇る不動の長寿大国という地位を手に入れた。そんな長き人生だが、時としてそれは地図のない長く険しい道のりでもあり、その行き先を指し示したライフプランこそ人生の財産を託す重要な存在となってくる。決して他人事ではない将来への不安、そんな未来に明るい光を照らす男がここにいる。フィナンシャルデザイン株式会社代表取締役井本昌司。自身が経てきた銀行員と保険外交員、この2つの経験をもとに異業承継など相続に起こりうるさまざまなトラブル解決を行うフィナンシャルデザインは、地元大分から発信するお客様の利益を考えるクライアントファースト、熟練の専門家を携えたコンサルティングアプローチ、そして現代社会が訴求する厳格な倫理基準、この3つの理念を経営の柱に、人生のパートナー企業として人々の支えであり続けている。今回は人生設計士井本昌司をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。この事業を始められる前はどんなお仕事をされてたんですか。もともとは銀行の方で、銀行、はい、その時は融資、お金を貸す仕事とか、はい、その時に個人 の相続対策とか、融資をしている時は確かにその何十億とか融資をすると、こう自分が偉くなったような気がしたんですけど、実際にその後にその個人とか法人 その相続対策とか人生に関わるご相談を受けた時に、それが自分にこうハマったということで、その後転職をいたしました。昔はですね、とにかくお金を貸すことが、まあ、ある程度その銀行 その、まあ、優位なところっていうのがあったんですけど、バブルの前からバブルあたり、はい、やはりそのフォローしていくっていうことが、その抜けてたんですね。それが少しずつ銀行の方もそのアフターフォローをきちんとしていくということを重要視してきて、はい、なおかつその個人の方の相続とか、はい、その辺の税金のことについても、はい、まあ、長い目で見ていきましょうということになってはきたんですけども、うんうん、ただ私転職したのはどうしても転勤があるとお付き合い始めましたと言って、はいはい、じゃあもうその実は2ヶ月後に転勤しましたってなった時に、うん、止まっちゃいますもんね。そうなんですよ。それがあって、まあ、辞めることに、はい、転職しました。なるほど、はい、じゃあ独立を考える大きなきっかけとなったのは、はい、やはりそういった部分ですか。そうですね、やはり相続対策のこととかこういろいろ相談を受けてて、でやはり途中で転勤した時に、その転勤が決まるともう会っちゃいけないんですよ。やはりその銀行ってやっぱお金を扱うとこなので、はい、いろいろとその不正があったりいけないとか、それはきちすごく厳しいルールがあるんですね。組織としてはね、しょうがないところあるんですけど、うん、私個人的にはちょっと気になるって感じ。気になるところ、はい、もっとこうせっかくの縁だから。そうですね、はい、でも縁ですもんね。それで、じゃあずっとそのお客様にくっつける仕事を選ぼうということで転職をさせていただきました。はい、ね、はい、井本さん、はい、ご自身のご病気のご経験もあったそうですね。はい、34で結婚しまして、10月に銀行で転勤になりましてですね、うん、で初日に張り切って、まあ、よろしくお願いしますということで挨拶して、はい、外回りするときに足をこうくじきまして、はいはい、我慢できないぐらい痛くて整形外科に行って、はい、ただ足首の痛みがこうだんだんこう上がってきて、最後に行った病院で、まあ1週間銀行を休んで、うん、
冷やしなさいと、その通りだったらですね、あの血が固まって血栓ですか、あれがここから飛んで、あの肺動脈っていうか心臓に入って、で呼吸困難になってで死にかけました。エコノミークラス症候群です、あれが起こってしまって、まあ良かったのはまだちっちゃかったから助かったんですけど、でその頃ちょうどあの高原選手、高原サッカーの選手ですか、はい、はい、高原選手、あのエコノミークラス症候群で代表外れましたね、はい、あの時期です。ちょうどさっき言ったように4月に結婚して、で10月にそういう状況になって、1月に子供が生まれることになってまして、たまたまその銀行の支店長が家族もできて子供もできるんだから、あの保険、生命保険をね増額しときなさいよっていうのを思い出して、やってなかったですね、やってなかったやってなかったと思って、特別な状況にね遭われてるし、特別な思いっていうのがそういう時にやっぱり生まれてくるんだよね。本当にそうですね。で2ヶ月入院してる間やっぱりいろいろ考えて、もう一回自分で生かされてると思えば何かね、やるべきことがあるのかなということで、もう一回挑戦してみようかなと。そして無事に治られて、はいはい、独立後に相続というのも特に特化されたのはどういう理由なんでしょうか。もともとその銀行で融資をお金の貸す方をやってて、その後にそのプライベートバンクという意味でそのいろんなその企業様の社長さんとか、あとはあの相続の関係の仕事に携わりまして、一番最初にあの携わった案件というのが42の主婦の方なんですけど、ご主人があのヘリコプターで事故を亡くしたばっかだったんですよ。その方の相続を担当しまして、でお子さんが小学校かな2人いまして、まあ事務的なこともこう進めていくんですけど、財産の分け方次第で税金の金額って変わるんですね。そのケースではあの800万ぐらい違ってくるんですよ、払う税金が。そのための手続きをその裁判所の方でもこうやってる時になかなかその承認してくれなかったんですね。あの私たちは民法で考えますと、でも相続の場合やっぱ相続税法ってやっぱ別に法律があるんですね。税法と民法と、そう民法とあって、で税法上はこういうことがあるんじゃないですかって話したら、それ何ですかって話したら、まあ、その時に思ったのが、これは知らないとやっぱり損をする世界なんだなっていうのが分かりまして。本当だな。だからまあ私はあの税理士でも会計士でもないし弁護士でもないんですけど、まあちょっとしたきっかけでそういう情報をお伝えすることで、あのお客様が喜んでもらえる、もう直にこうお役に立てる仕事っていうのが、はい、もう自分にはまったというか。お客様の利益を第一に事業をスタートした井本だが、当初は決して順調とは呼べない状況下にあった。そこから徐々に支持へとつながっていくには、フィナンシャルデザインが持つある強みが関係していた。やっぱり私どちらかというとウェットな人間なので、そのお互いその信頼関係ができて、その方の人生にこう寄り添える方とお仕事がしたいなと思いまして、あとはまあ会社としてはその、まあ今自分がその少しずつ会社を大きくしているのは、このもうお客様の方から、前はあの30代の時は井本さん死なないでね、先に死なないでねって言われるんですけど、ここ最近なんかこう真剣に言われ始めましたね。それぐらい大切な人だっていうね。そうですよね。目が冗談じゃないなと思いまして、私が逆に亡くなってもこう守れる体制を作ろうと思って、今オリエンタルランド人事部から人が来たりとか、あの銀行の営業とか、あとは車のディーラーさんとか、まあ、いろんな業種の方が来てるので、まあ、あのそれぞれがその特性を生かして、で情報共有してやっていくことが、まあ、強みなのかなと思います。井本さんは相続に関するご著書も出されているんですよね。あれ相続全般も書いてるんですけど、お医者さん向けの部分をちょっと強めにちょっと書かせていただきまして、一般の相続も難しいんですけど、医療法の問題でちょっと普通の相続違うんですよ。あ、やっぱり違うんですか。はい、相続って考えると普通あの相続財産、預金があったり、株があったり、まあ、あと不動産、お自宅があったりとかいうことなんですけど、病院の場合は医療法人の場合、それ以外にこう、まあ、株の評価っていうのが実は本当すごくこう影響しまして。あ、そうなんですか。はい、そういうのがですね、なかなかこう伝わってないことがあって、
から私はそれをこう注意喚起で先生のところをそういう問題ありますよってことを少しずつ伝えていってる。あそこの、はい、例えば院長先生だとかそういう理事長だとかが気づいてない場合があるんですか。はい、多いですね。自分の財産以外に実は別枠で10億ぐらいの、それ10億の財産ないんですけど、相続財産として評価される数字がその相続財産に加味されると、払う税金全然違ってきますってこと。ファイナンシャルプランナーの仕事としてはもうその注意喚起をまずやって、じゃあ気づいてないリスクがこれとこれとこれありますよっていうのをこうお伝えして、で認識を一緒にしていく、そこからまあスタートって感じですね。今大分でも開業されているんですよね。はい、そうですね。大分の地元が大分県の別府市というところで、今ちょっと事務所借りてやってたんですけど、まあ、今年事務所をちょっと建てようと思って、まあ、関東とやっぱりふるさとの大分の方でも、そう少し仕事を増やしていこうかなと。お客様の反応っていかがですか。やっぱりその気づいてないところをからなので、喜んでいただけますね。我々の仕事は問題で出ましたと、実は3つしか気づいてなかったけど、その下に7個危険なことがありましたよ、それを全部出して、じゃあこの10個の問題点をじゃあどうやって解決しましょうかっていうのを、それをこう話し合いながら、あとは相性ですよね。例えばプロフェッショナルとなってるその修行の先生来た時に、こう嫌いだったら別の人を紹介するっていうか、それはそのスキルの問題もありますけども、やっぱ相性もありますし、ある意味その問題解決につながる結構ポイントになってくるので、本当に皆さんが井本さんがいてくださって助かったって思ってる方がたくさんいらっしゃるんだろうなっていうふうに実感します。もっと広げます。自身の経験を生かして人生に幸せを与え続ける井本庄司、そんな男が見据える今後の展望とは。関東中心として、まあ結局全国動くんですけど、まあ、拠点としては関東と、先ほど言ったその大分を中心にまた九州の方と、あとはそのもう少しやっぱり人員を増やして、私が倒れてもそのきちんとお客様がこうフォローできるような体制を作るために、やっぱり200年ぐらいそのお客様のね、お子さんの代じゃなくてお孫さんの代まで、関与させていただくような仕事ができれば、まあ、私はそれの最初を作れば、逆にそれがやっぱり強みかもしれませんね。最後になりますけれども、はいはい、井本さんの格言を教えていただけますでしょうか。はい、人生において大事なことっていうのが、ギブアンドテイクじゃないんですけども、やはり私の中ではそのどれだけその多くこう自分が得るということよりも、どれだけその人生においてそのお客様であったり知ってる方とかにこう自分がこう何か出せるもの得ることよりも、こう与えれることを多くしていきたいと、それを目指して日々、精進しております。本当にね、ありがたいね。いつまでも本当に庶民の味方でいてください。はい、今日は素敵な話ありがとうございました。どうもありがとうございました。